皆さん、おはようございます。こっちができてみた。今日は、長官原田の時間です。もう長官ね、馴染んでいただいていると思います。今日のクレドですね、面白いよ、今日もね。人生、プラスマイナス50、50、ドドン。出た？人生、プラスマイナス50、50、ドドン。良きことも50、悪いことも50、長所も50、短所も50。人生、プラスマイナス50、50ですよ。今日のクレドでした。エネルギーアップして頑張っていきましょう。皆さんどうでしょうか。人生プラスマイナス50、50、なんかこう分かってるようで、分からないような言葉かな。どうでしょうかね。ね、企業の研修教育いっぱいありますよね。本当にね、子供20年中学の現場の教育でとても厳しい状況の中で育ってきた子供で、非常に問題行動があって、犯罪を犯した人もいますが、ね、マイナスのそういうとこばっかり見たら全部そうかなと思うねんけども、実はこっち側見たらええとこはね、人懐っこいとか、そうやね、中学時代に非常に厳しい子って、途中から学校おらなくなった子が、20数年ぶりに、会いましたね。街の中で突進してくんね、先生言うて、これ怖いやん、なんかでバーッ来んねん、これで気づいてん、途中で生徒や、あいつやって、卒業生やって、途中で学校来れなかった、別のとこ行ったやっちゃ言うて思うてん、バーッ来んねん、先生お元気ですか言うて会うしよんねん、かっこ悪いやん、どないしてんねんお前、いや実はこれこれで、あの時お世話になって、今先生元気よくやってますねん、これ嫁ですねん、子供ですねん言うてね、紹介してくれたらもう嬉しいね、涙腺崩壊やね、ね、だからやっぱり嬉しいですね。やっぱりそう思うと、皆さんね、人生プラス50、マイナス50でいいところもある、悪いところも持ってる、ね、これは人によって、20、80、ね、逆に90、10じゃなしに、実は、プラスも50、マイナスも50だっていう、そういう大切な見方なんです。人間にとっての、原理原則です。我々人間界の大事な法則です。人生プラスマイナス50と50、皆さんもいいところも50、悪いところも50、仲間もいいところも50、悪いところも50、お子さんもプラスも50、マイナスも50、そういう目で今日一日、見てください。何か違うものが見えてくると思います。では勇敢まで挑戦をしてください。頑張って楽しみながらいきましょう。拍手お願いします。よーおっ。